はい、ですね、道着なしグラップリング脳技バージョンの、ダブルアンダーパス、スタックパス、担ぎパスガード、両足担ぎパス両足担ぎパスガードと言いますかね。はい、英語で言うとスタックパスとかね、ダブルアンダーパスとか言うんですけど、それの脳技バージョンもちょっとね説明をさせてもらいますね。まあ脳技と道着があっても、まあ、そこまで大きく違わないんですけど、まあ脳技バージョンでちょっとやらせてもらいます。はい、はい、両足担ぎパスですね。はい、はい、まあ単純に、まあ、クロスガードでオープンガードのね、オープンガードですね。まあ肘かなんかなんかで割って、はい、相手のこの足の内側にこの手刀を入れます。はい、でこのね、腰を殺さないといけないんですよね。腰が生きてるとエビとかされたりとか足回しとかして、そうそう、僕の前に足持ってきてエビすればまた距離ができてね、うわーってなっちゃうんですよね。なので、はい、両腕をね相手の足の内側に入れてこうきたらしっかり組んじゃって、ここでちっちゃくっていうかね、締めるってことですね。締める、しっかり潰すってことですね。腰を浮かせないように下にもベクトル持ってって、なおかつ絞るっていうんだね、こういう感じで絞ります。自分がちっちゃくなります。でなおかつ下にもちょっと圧かけますね。相手の腰の下に隙間があると相手がエビできたり足回ししてうわーっていうね、こうやってスペース作るとダメなんで、スペースを作らないこと、そして絞ること、相手を圧迫することですね。ここがまず一つ大事です。はい、これがないとよく逃げられるんでね。はい、結構きました。で絞って持つ。はい、そしたら、相手をねこう持ち上げる、もしくは、まあ、僕は結構プレスしていくんですけど、相手をねこう引っこ抜くみたいな感じでもいいですね。引っこ抜くみたいな感じでもいいです、ね、もしくはプレスしてもいいですね。単純に相手をこういう状態にしたいんですよね。こういう状態、これ辛いんですよ僕にとって。この状態を作りたいですよね。なのでここやってこう引っこ抜くみたいな感じでもいいし、こうやってどんどん潰してってこうっていうこと、どっちでもいいんですよね、やり方はね。はい、足に手入れて、はい、クラッチしました。はい、絞りました。これでまず動きにくいですよね。動きにくいと思います。はい、これ圧迫かけてます。はい、そしてつま先立ちになる。はい、こうやってどんどん相手にね圧かけて、今苦しいですよね。まあ今ちょっとまあ説明なんでね思いっきりいかないですけど、本当はここまで相手の人の腰がここまでくるぐらいしたいです。そうするとすごい圧迫かかる。はい、そしてこの状態いったらどっちでもいいんですけど、ね、僕右利きなんで右手でやりますけど、このクラッチある程度登ったら離していいんで、相手の肩持ちますで、さらにプレッシャーかけていくと相手すっごい苦しいんですよ。なので逆にパスして楽になりたいんですよね。この状態が続くと結構地獄なんですよ。そう、自分からこういくような感じになります。そして胸と胸を合わせてパスが、ね、これね、ほんとね、横からいくとこの状態でずっとこうやるでしょ。今僕の声聞いてもらっても分かるとすっごい苦しいんですよね。なので自分からパスされて楽になりたい、早く楽になりたい、ね、ファイヤーしたいみたいなね、停電したいみたいな感じになるんですよこれ。なので持ちます。はい、ね、引っこ抜いてもいいし、引っこ抜いてもいいですよ、引っこ抜いて上上げてもいいですよ、ね、引っこ抜くとじゃあこういう感じです、ね、引っこ抜いてもいいです。か、もしくはこうね、つま先立ちになって圧かけていってもいいです。僕はこっち派です。で肩持って、道着があったらまあ別なんです、道着持つんですけど道着ないんでね、肩持ってます。はい、そして、肩で話し続くんですけど、今度僕の右肩に体重かけてプレスしていきます。そうすると苦しいですよね、苦しいですよねこれね、すごい苦しいですよね。もうパスされたいぐらいですよね。相当ハートが強くないと、まあ、強くてもね、これぐーっと苦しいんですよ。そうすると自分からパスしてくれって感じになるんで、横四方で抑え込みます。はい、これね結構使えるんで、はい、まあ両足だったら当たり前ですね。片足担ぎは単純にね、片足担ぎでこういくんですけど、片足担ぎってね、こうなってトライアングルのカウンターを食らう可能性が結構大きいんですよ。でどうしても
どうしても加担していく限りは注意しててもね、やっぱり上手い人だとねスポッと入れられるんですよ、うん、その点両足担ぎだとこれトライアングル無理ですよね、トライアングル来れないですよね。なので両足担ぎの方がノーギーでもベターかなと言われてるんですけど、まあ、好みですね、片足担ぎか両足担ぎか。僕はと言いつつ両足担ぎじゃなくて片足担ぎの方が好きなんですけど、はい、ここはね、好みでどっちが自分にしっくりくるか打ち込みとかねスパーリングでやって決めてみてください。はい、でせっかくなんでじゃあ逆にね、はい、僕に両足担ぎをねやってもらっていいですかね。じゃあこう来ました、足だから、そうっす、はい、そうそうそうで、そうそう、おー、きゃー、うわすごいですね、うわ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 、上手ですね、うまいですね、すごい圧かかってます、もう一回いいですよね。はい、で、今度は僕がやられた時ですよね。はい、やられた時、ここまで来た瞬間にうわ、もうやばいと、もうこれか、両足担ぎ来るじゃん、ここ逃げれないわってなったら両足担ぎを逃げることを諦めるんですよね。で、僕の方は即座にこれ足フックして自分の足持って、ね、で、トライアングルして、で、こっち側に落とします。で、もちろんこの手本当はもう結構強烈なんですよ、ね、この手使わなくても決まるぐらい、まあ、頭引っ張ればもっと決まります。その頭引っ張る時もちょっとねこの左側にこう落とす感じですと、より体重というかね、この僕の右足の圧が乗るんで苦しいです。で、正面でもう決まるんですけど、ちょっとこっちに斜め下に行く感じするとより決まる、頭抱えればより決まる、ね、あとこの時なんですけど、まあ、これトライアングル初心者の人じゃなければね分かってると思うんですけど、あの初心者の方向けに言うと、この足ですね、これパンじゃない、ピンとするとこのカーフ、ふくらはぎの筋肉がね膨らむんですよね、ちょっとねパンプアップするんですよ。そうするとより圧がかかるんで、まあここ、まあ、立てなくても決まるって言えば決まるんですけど、立てないでも決まる、あ、立ててるか、あ、やっぱ立てた方がいいか、立てた方が決まります、うん、立てた方がねここのねふくらはぎの筋肉盛り上がるんでね、圧が相手の首に圧かかりやすくなります。なのでこのね、このカップしてる足のつま先は立てましょう、はい、立てた方がいいですって感じですかね、はい、もう一回いきますね、うわ両足担ぎ、うわ来たぜってなったらこっちから言います、自分の足首持ちます、自分の足首持ってます。つまりね、なんでじゃあ自分の足首持つかって言ったら、普通だったらこのトライアングルね、このトライアングル、この足のここね、ここ締めてますよね、この右足がね。で、こっち誰が締めてるかって言ったら、ね、これ僕の足がこっちには実際ないんですよね、こっちの首側にはね、これ自分の腕でここほら締めさせてるんですよ。で、この人の役割がないんですよ。なのでその役割をこれは僕の右手がやるってことです。ここに当たってます、ね、そしてこれを締めると、でこれね、ノーアームトライアングル、手がないんで相手の手入れてないんで、ノーアームトライアングルとかね、あとなんだろう、アームレストライアングルとか、そんな名前でね、じゃあもう一回大さんも僕にやってもらっていいですかね、はい、ノーアームトライアングルやってみましょう、はい、はい、簡単です、いったぜ、両足担ぎ、うわ、うわ、うわおかわりです、もう一回、はい、はい、いや決まりますね、はい、ということで、皆さんもノーアームトライアングルやってみてください。Dream Fantasy! Dream Fantasy! Oh, you can! Hadouken!